まずはじめに審査員特別賞の発表です審査員特別賞はプレゼンテーションおよび質疑応答を踏まえ総合的に評価審査し辞典の発表者に授与する賞でありますそれでは審査員特別賞を受賞された発表者は 株式会社アカンパニー様ですおめでとうございます株式会社カンパニー様見事審査員特別賞受賞されました今のお気持ちいかがでしょうかそうですね正直いや悔しいですねデータを暗号化したまま分析をする秘密計算エンジンクイック MPC でデータを価値に進化するそんなスタートアップです今日では多くの企業で DX の取り組みが行われ 各社が持つデータから価値の創出が図られていますさらに一部の DX の取り組みが進んでいる企業ではネクストステップとして企業間データ連携の取り組みが始まっていますこれによって自社データのみから得られる価値の限界を超えてさらなる価値創出が実現されるはずだったのですがデータ連携を進めていくことが難しい状況にありますデータ連携が進まない理由は何でしょうかそれは効果的に価値を生み出すデータが ノウハウや競争の源泉になっているデータであったりユーザーのプライバシーを伴うデータであるためにデータ漏洩による事業リスクの許容が難しいという理由ですこの課題背景には3つの要素が存在しています私たちはこれらのデータ漏洩による事業リスクの許容が難しく価値喪失ができないという課題の解決策としてデータの漏洩リスクなしで暗号化したままデータの連携から解析まで可能なサーバー環境を提案します このようなサーバー環境を実現するためのアプローチとして、サーバーにインストールするだけでデータを暗号化したまま活用できる秘密計算エンジン、QuickNPC を開発しています。秘密計算利用のハードルは非常に高い状況にあります。そのため、我々の競合は採用で s イヤです。しかし、私たちはこれらの課題を解決し、手軽に高速で安全な秘密計算を提供可能です。アプローチは2つです。 1>, 1つ目は秘密計算環境の構築をインストールのみで手軽に実現する秘密計算エンジンの開発2つ目は独自の高速化手法の発明により高速な秘密計算を実現しました3月中旬にはこの手法は特許の申請も控えていますこれらによってコストも大幅に削減でき採用的10分の1程度で利用可能としていますこのようなアプローチにより安全な秘密計算を使える技術として社会実装を行うことがアカンパニーの取り組みです 今後の抱負などいかがでしょうか。はい、えー、ちょっとこの機会をバネにさらにあの事業成長させていきたいと思います。ありがとうございます。株式会社アカンパニー様、改めましておめでとうございます。